はい。おお、始まったね。はい。じゃあ行きますよ。マスク取るね。これ合格マスク。ね。いいでしょ。ゴニョゴニョ言ってるからね。ちょっとマスク外すわ。ゴニョゴニョ言ってますからね。はい。これ合格マスクですよ。ほら、いいでしょ。ね。縁起物です。はい。じゃあね、早速ですが、始めていこうかなと、このように思っております。はい、ご覧の通り10段分類過去問分析講座の、10段分類編というやつのね、今日は記念すべき第1回になっております。はい、ベック専任講師宮口です。でね、この講座ね、すっげえ忙しいんですよ。すごいもう密度が高くて、これ過去問ね、結構何年分だろうな、7、8年分ぐらいあるんじゃないかな。それをね、たった4コマですよ、特実に合わせて。だからさ、とてもじゃないけど無理のある講座なんですよ。お得っちゃお得ですよね。過去7、8年分をさ、4コマでね、安い値段でやってんだから、すっげえお得なんだけど、理想限に比べれば安いですよ、確かに。でもね、その分もう高密度なんですよ。だからちょっと省略すべきところは省略していかんと終わらないんで、ご了承ください。例えばね、最初に一行問題でしょ。ほら、パリ優先権の趣旨とか、PCT の趣旨とか、外所の趣旨とかね、こんなの飛ばすよ。ね。こんなの全文書き答案見ればわかるんだな。ね。キーワードもついてるし。なので、これ見てください。一行問題は、この全文書きの方。これね。これ見てください。こう書くんだみたいな、すぐわかるんで。で、私は、答案構成、レジュメ、この、答案構成分析版、これに基づくからね。はい。じゃあ行きます。まあ、進んでいくうちに、要領がわかってくるから。はい。じゃあですね、まず4ページなんですけど、こういう問題があります。はい。平成27年、問題1の4ね。で、私がね、この講座を通じて言いたいことは分かっていると思うんですが、直接事項ね、一番聞きたいのは何なのかを把握する訓練だと思ってください。だから、例えばこの問題、上から読んでもいいんだけど、一番聞きたいことはこれなんですよ。まあ、大体、文末に来るね。だからほら、ほら、設問骨子っていうところも気の利いた一言で、閲覧複写物の交付が可能とされたマイクロフィルムガンマは、観光物に当たるかっていうことなんですけど、まあ結論からすると当たるんですよ。で、マイクロフィルムっていうのはね、何かというと、結構ね、レトロというかアナログ時代の頃に、本がボロくなったりしたらさ、もう、どうしようもないじゃん。だから、国会図書館とか行くとね、その昔の本とかを全部マイクロフィルムで撮ってるんですよ。うん。今はさ、そんなことしないよ。PDF すればいいじゃん。PDF かね。PDF わかるでしょ？皆さんの家の、事務所のとかのプリンターでできるでしょ？今はそういう技術あるけど、昔なかったんで、昭和の頃は。ああ。だから映画フィルムみたいにワンシーンワンシーンを撮ってたんだよ。それを欲しい人に、プリンターとして渡すから観光物ですよね。ということです。はい。でね、これはね、これちょっとあかんな。私だったらどう答えるかというとね、はい、該当する結論ね。で、俺だったらこう書くよ。ね、これちょっとね、不完全だな。不完全だよ。何？後半項目。あ、大丈夫だ。大丈夫です。何が大丈夫かというと、語呂合わせ通りになってるわ。今ダメかと思った一瞬。ね。はい。観光物とは、後半、項目、副文書、ほら。後半、項目、副文書になってるでしょ。だからもうこれだけでいいんですよ。つまり、私はね、はい、結論。アルファは、反復された観光物に当たる。なぜなら、公衆に対し反復により公開することを目的として複製された文書だからであると。ほら。だからこれ結論。理由を観光物の定義にすればいいんですよ。ね。これ理由の色だから。皆さん今日初回だからね。
まあ、私の事業初めての人もいるだろうから、ほら緑はねもう理由付け趣旨だからね。だから結論アルファは刊行物、理由は後半項目副文書に当たるからであるとね。ほらいいでしょ、そんな感じでやっていくから。はい、じゃあ次、あの27年の問題値の設問をね、この場合、待ってよ、あーこれか、これはちょっとこれだけ読んでもわからんかもな。あ、そうだよ、今やった問題がまさにね前提となってる。ほらマイクロフィルムガンマは反復された観光物に当たるものとするとね。で直接事項ね、ちょっとねこれもうオレンジ使っちゃいましたから、まあ仕方なくと言っちゃなんですけども、赤で囲みますね。直接事項ね、問題文がね直接聞きたいのはここです。この場合から始まるセンテンスですね。はい、喪失するかということなんですよ。こんな感じですね。で これってさ A2 出願 A2 に記載されたろ、出願 B2 に記載されたろってあるじゃんね。でね、だいたい予想せないかんことがあって、それは何かというと、こういう聞き方を してるということはね、だいたいどっちかがイエスでどっちかがノーなんですよ。うん、だからまあ両方とも同じ結論になることはまあないっつっちゃなんだけど、ほとんどないかなと、別々の答えかなと。はい、平成27年問題1の設問5ですね。はい、じゃあちょっと時系列書きますから、平成26年8月20 A1 E ね、 in X 国やね。 X 国は同盟国か、まあだからパリ同盟の X 国と、はい、いうことですね。そして27の6月10日、ちょっと待ってよ、あれ27、ちょっと待ってね。とりあえず色も塗っておきますわ。工学造船工学の教授大津が、完成した、船舶の振動防装置のアルファ1の発明について大津は、8月20日に出願した。うん、これはまあどうしようかな。ピンクで塗っておきますか。とりあえずね。ピンクでいいですよ。はい。でその後オツはオツは、独自にロを発明したと。うん。どうしようかなこれ。ロ。まあしゃあないな。これはこれでちょっと赤で塗っていいですか。ね。いいじゃなくてロだから。うん、でローね、ちょっと赤で塗るよ。うん、でなおローはローは出願、A の出願書類に記載されてない。これはちょっと悪いことやね。青で塗るね。うん、はい。そしてオツは27年4月10日にはい、ピンク A1 に基づいてパリ優先権を主張するとともに発明い明細書に記載して A2 をやったと。うん、まあこんな感じ。うん、まあロも含んでるけどね、ロは優先権の利益ねえけどね。他方兵は依頼を受け、うん、で帝に渡したってあるんだけど、どうしようかな。ちょっと待ってね。は黄色でいこうかね。しゃあないわね。もうピンクもオレンジも赤も使っちゃいましたからね。黄色しかないわな。で教授、教授が2人も出てきたね。で帝の依頼を受けて、はい。で兵死んじゃったんだ。でマイクロフィルム観光物
あ、そう。まあいいわ。寄贈したんだね。うん。そして27年の1月20日に、ああ、これか。なるほど。これさ、ちょっとオレンジ塗っていい？ほら、マイクロフィルムが、その、閲覧可能になったっていうところは、ちょっとオレンジにするわな。で、ベータの展示も、開始したんだな。で、それを知った体は、出願、それを知った体は、出願をしたってあるんだけど、これ、あれやね、二度コーチやね、二度コーチというか、閲覧可能とし、展示も開始したって言ってんだよ。一緒かな？閲覧を可能とし、やっぱ二重コーチみたいになってるよね。マイクロフィルムも、のガンマ。これを閲覧可能とし、図面ベータっていうのはあれでしょ？発明路が記載されとるんやから、図面ベータの閲覧を可能とし、図面ベータの展示を開始した。まあ、一緒と考えてもいいけどね。閲覧と展示。うん。閲覧展示。まあ、ここで新規性失っとるわな。うん。わかった？うん。それで、A2 にかかる路。A2 にかかる路は、しゃあないな。これ、赤でいこうかな。うん。で、B2 にかかる路。B2 にかかる路。黄色でいこう。うん。新規性失っとるかっていう話やな。なるほど、なるほど。これはね、ちょっと待ってくださいね。ちょっと時系列書きますからね。で、27年の1月20日に書きますよ、ほら。分かりやすいでしょ、こうやって書いてある。平成27年1月20日、ロガ観光物高地、兵の発明。兵の発明、ロガ観光物高地になったんですよ。肉一三ですね。うん。閲覧可能になってますから。うん。バイ博物館によって。はい。それで、誰が志願するんだっけ、B2 は、T。受ける権利を譲り受けた T。うん。それはどこで書こうかな。うん。2、7、6、10。うんうん。こうしましょうか。兵から、特許を受ける権利を譲り受けた、手ね。受けた手が、B ロー出願と。うん。出願したと。うん。これが、平成27610。うん。で、その一方で、パリ優先権を主張してるね。パリ優先権を主張しますよ。これは平成27410。平成27410。
えついろ、うん、イン日本、うん、こんなんじゃね、パリ流を主張してるね。こんな感じです。はい。で、どうなるかっていう話ですね。最終的にどうなるかっていう話ですね。はい。で、発明のルートが全然違うので、これはね、肉一さん、そうする。うん。だから、この、ほら。これだよね。これによってもう拒絶されますわ。うん。そうですね。だからマイクロフィルムガンバによって、拒絶されますよ。5D か、うん、深層霊深いですね。うん。でこっちはうん、やっぱり肉一さんに該当するんだけど、そうだから兵の意に反してるんだよ俺、うん、だって観光物は、受ける権利ないでしょ別に。博物館は、うん、そうね。だから意に反する交通行けるよ。ああということで答え出ました。左は肉一さんでアウトやけど、右はB路は深層霊でいけると。はい、答えね。結論からいこうよ。だから A2 に、記載されたローね、うん、はい、これ A2 に記載されたローは新規性を創出する。で根拠条文は、そうね、肉一さんでいいでしょう、うん、これでいいんですよ。 あとこれも理由になるね。三十条にでもないし、意に反する公知もないと。ほらね、特許を受ける権利を有するオツの行為に起因するものでもなければ、まあ要するに三十条二項でもなければ三十条一項でもないと。だからダメだとね。肉一三で一目三みたいな感じでね。で2の方はほら意に反する高知でしょ。もう 黄色やね。意に反する高知だから三十条一項喪失しないとね。うん、そういうことよ。うん、そうだから救済されるとはね。まあ、形式というのは肉一さんだけど三十条一項の適用を受けることができるから新規性を喪失しないということだね。そこまで書いておいていいね、うん、つまり結論新規性喪失を、うん、こっちのは新規性を喪失しないと。
まあこんな感じですよね。はい、うまくできました。あ、マスク取るね。はい、じゃあ、今日の講座名、2022年向けの論文過去問分析講座、再現答案分析編、これをね、行ってみたいと思います。レック専任講師宮口です。どうも、おはようございます。はい、じゃあね、間違わんごつ、令和2年からやるからね、令和3年取っておきにしとこう。じゃあ、再現答案、はい、じゃあね、これ新規なウイルス、うん、でちょっとね、大博しようや、うん、で俺のあの番書がね、大博にうってつけやから。じゃあピンクで、いやピンクじゃないな、青で塗ろうか。ほら、学会発表って新規性失うけんね。でオツもね、ネット公表するんよ、うん、うん、論文 B でね、うん、これはね、そうね、両方とも発明してるから冒認ではないね。で、特許出願 X をした、請求項いい色、なるほど。でちょっと待ってね、これはピンクのぐらいかな。問題文も一応塗るか。問題文も、発明した、ちょっと待ってくださいよ、うん、ちょっとね、設問1だけど、公は平成31年に一般の研究者を対象として口頭で学会発表した、この場合 X の審査において A が拒絶の根拠となるか、請求項ごとについて述べよ、うん、そうだね、ちょっと待ってくださいよ、うん、もう一回よく見るね、ピンクでちょっと塗ろうね。新規な発明意をした、ローね、ローはどうしようかな、うん、まあいいわ、ピンクで。その後こうはアルファを含有する抗ウイルス剤を発明したと、うん、で東京線 X をした、これもいいわ、うん、で一方、うん、でローはいわゆる意に基づいて、容易に発明することができたものではない。ああ、だからこれいいことやね、いいこと言ってるからピンクだよ、うん、ものではないんだから、特許性あるっちゅっちょるわ、うん、ね、まあそんな感じですよね、うん、でただし、あ、これ読み飛ばしたらいかんわ、うん、新総令の適用適法に、行っていると、うん、ね、まあだから新総令やってんだから大丈夫だよ俺、うん、うん、だからこれね、うん、請求項、あ、一応ピンクで塗って、請求項1、発明 A が拒絶の根拠とならない、で、請求項2も同情です、はい、で理由は緑で塗っちゃおうかね、30条2項の適用を受けてたからいいじゃんね。ロはなんかほら、いいから見て容易じゃないって言ってるけどね、問題文で、ああ、素言骨。じゃあ2番いっちみるかろ、設問に。オツは、論文にまとめてインターネットで公表したと。ああ、そうな。これはこれで、ね、青やの。うん。
インターネットにまとめて公表公開してますから、で30条の適用の有無、この場合室外機その審査において B が X って X あ論文 B がね適用の有無に言及しつつ確定休校、特許線 X だからピンクやな。各請求項ごとね、ちょっとあれ見ましょうか、時系列、時系列を見るとこんな感じですね、でイトロがもうこっちになってますよね、そうすると X よりも前で、これ新総令の適用を受けられないから、だって公の行為じゃないし意に反するでもないから、これは拒絶されますね。だから青で塗ったほうがいいですわ、これ両方ともやられるわ、ほらね、で、請求項にも同じです、もうロも高値になっちゃってるからね、はい。だからこれはまあ結果的に両方ダメと、各請求項についてね、各こっちはピンクだったからいいか、ピンクでいこう、新総令の適用の有無、これちょっ とここには書いてないけどね、書いた方がいい、新総令の適用の有無に言及しつつとか言ってるから、それは言った方がいいよね。オツの構築行為につき30条1項2項の適用は不可だわな。はい、じゃあ次、Y2 にパリ4条の優先権が適用されることにより、X は項に生じさせるものではなく、項は X の発明について特許を受けられないことについてパリ条約の規定に基づき説明せよと。請求項2については論じる必要はないと。ちょっと待ってね。これは項が悪役って感じだな。待ってね。こうに出願 X だけちょっとピンクで塗っていい、出願 X こうもあれでいいか、発明いいも、であとは青でいいわ、特許権を生じさせるものではなく特許権得られてないことについて、これ黄色で塗った方がいいかな、そうな、黄色でいこう、いいやつじゃけ、いいやつですよ、なんでかというとほら、パリ優先権に関して言うならばいいやつ、あれでもよ、これはこれでやられるね、これはこれで、独立してる、独立してるからね、これ見逃したらいかんわ、ちょっとアンダーラインを、アンダーラインね、ほら各設問は独立しているものとしね、これ重要、 あとねこれも重要だわ、これはどうする、紫ムラムラで塗っていい、なかなかインパクトがあるぜ、ほら各設問に示されてない事項をあえて仮定して論ずるさでと、でまあだからやっぱこれはね、黄色でいいわ、黄色でよかです、
こんな感じで。はい。じゃあよろしいですか。X はX こう X 発明 E、こう、まあ、こんな感じだね。こうはとりあえずピンクで塗っとく。であとは青ね。特許権を消費させるものではなく、について特許を得られないと、うん、でそのまあ説明というか理由だよね、うん、はい、 Y1 と Y2 の間に刺されたアード X はあれピンク29条2項違反、39条1項違反、拒絶理由が想定される、はい、でこれがあの理由付けね。パリ 4B と26、東京26条というのは橋渡し的な役割の条文ね、まあ阻原骨です。はい、で受験生の答案やっと見れますわな。よっしゃ、ちょっと見ていこうか。だいたい答え出ましたんでね、うん、よっしゃ見ていくぜ。あ、請求項1、あ、この人すごいね、124点かい。すごいね。 B さん特実衣装63点、あ、すげえわ。じゃあ行きますね。まず悪いこと言ってますね。原則29条1個1号ですよと、うん、しかし、はい、項は X に際し A について30条2項の適用に関する手続きを適用に行っているため、いわ肉一に至らなかったものとみなされる。で最後はピンクでいきましょうね、はい、よって X の審査によって、発明は拒絶の根拠とならないです、うん、で2はそうですね、 E ではないため、 E ではないですね。まず29条1項、核合ではないと。そうですね、 よって X の審査によって A は拒絶の根拠とならない、うん、ロは、29条2項にも該当しない。まあ29条2項違反って言った方がいいと思うけどね、うん、まあいいです、そのぐらい。あとまあ49条2号とかも本当は出しておいよね、うん、ここみたいにね。そうそうそう、ここはちゃんと49条2号出しておくけどね。まあいいです。あ、これは両方ダメなんだよな、うん、そうそう、だからこれ両方ダメやけ、うん、青、うん、どうしよう、青か黒の四角で囲もうかな。だってダメやけな、こんな感じで。そしてこんな感じですね、うん、B は拒絶の根拠となると。これもね、はい、
で理由は30条の規定は他人が独自に発明をして公知にした時まで適用されるものではないから30条の適用はない。そうそう、前述の通り30条適用を受けることはできない、で、あと観光物公知ですので、肉一さんに該当しますわね。論に関してもいい同様にね、こんな感じでいいと思いますよ、はい。で、説明書はいかなる権利権能も生じさせないというところが重要です。いいですね。どうしようかな。これ黄色じゃないかね。黄色じゃないですよ。要はね、優先権がまず発生します。それから主張要件も満たしますと言ってます。これ。ね、だからこういうちょっとコメントを残しようがね、発生要件、使用要件と。そうそうそう、これね、発生要件、使用要件、よく書けてますわ。で、パリオンビの効果により、Y2 はそう、フリーナトレースが受けないね、これちょっと緑がいいかな。パリ 4B 根拠条文になるからね、で、これは青でいこうや。いかなる権利権能も生じさせないというとこね、はい。で、入りかかる、X は優先期間中であるオーツの線は Y と Y2、 Y1 と Y2 やで、間違ってる俺が、 Y1 だろう、ほらね、ちょっともう一回あれするよ、ほら、オーツは発明用紙ね、発明について最初の線2019年3月に請求項1以を記載して Y1 や、ほら Y1 やろ、で、その後オツはロー発明し、請求項2請求項2にローを記載して Y1 を基礎とするパリ優先権使用出願 Y2、 ほら Y1、 Y2 やでな、抜け取るで、ね、こんな感じで塗っとくとだいぶね完成度が高くなっていくのが問題文のな。で、何やったっけ、答え、だから Y1 が抜けちゃうよ。これは本人が抜けたのか、レックがこうワープロ化するときに抜けたのか知らんけどね、こんなのは合否の影響ないわ、で、はい、されてると、こうは受けることはできないとね、酔ってもパリ 4B は緑です。パリ 4B の規定により、はい。